この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。激辛スターチャンネル、皆様いかがお過ごしでしょうか。麻生優希です。千姫、千ちゃんこと松井千です。はい、今週私たちは岐阜市柳瀬三越ビルの中にありますカラオケ喫茶ダーリンにやってまいりました。はい、お隣はマスターの川越博史さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ねえ、麻生さん、来る道中私もう大感激、まるで映画のロケ地を歩いてるような、でも飲み屋ばっかでしたけど ね。よくテレビでも柳瀬っていうのはね、拝見しますけど、遊びどこ ね、はい、そんな中にありますカラオケ喫茶ダーリンなんですが、一体どんなお店でしょうか。そうですね、まあ、年寄りの方から若い方からね、皆さん歌勉強しにね、歌常にここで、発声練習とかいうような形でよくね、上手な方が多いので、聞かせていただいております。向上心のこう高い方が多いですね。方が多いかな。はい、今日もいよいよ楽しみになってまいりました。はい、激辛スターチャンネル、いよいよスタートです。じいちゃん、いつものとこ行こう。うん、一緒にゲーム、一緒にご飯、一緒に天然温泉、また来ような。うん、天然温泉ゆうゆうか。家は構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って地震に強い頑丈な家をお作りします。ゲストは中村明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さんは、札幌から来ていただいたんですか。そうなんです、北海道は札幌から、来ました。はい、ねえ、はい、もうずっと住んで長いんですか。ええ、生まれも北海道で、そして今札幌すすきのの方で、お店もやってます。あ、どんなお店ですか。あのね、結構カラオケ、パブというかですね、パブハウスっていう、カラオケとちょっとダンス踊れるようなスペースもあります。はい、そうなんだ、歌って踊れる、そうなんです。ねえ、おしゃれなお店ですね。宣伝していいですか。はい、すすきの南五条西4丁目、南港ビルというビルがありまして、そこの8階、ソアレナイトと言います。はい、わかりました。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、それでは歌っていただきましょう。のれん酒居酒屋たんぽぽです。力のうまいさ
ぼれ頼りに今日も来る。ゲストは番組初登場の緑川景子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緑川さんはいよいよ新曲が出たそうですね。そうですね、今年の8月に、はい、皆さんとご一緒のアルバムの中の一曲として、はいはいうんはい、出させていただきました。じゃあ何人かでアルバムを作られて、そうですね、その中で、はい、最初に入ってますので、うん、はい、はい、分かりました、はい、その新曲が涙の雪列車というんですが、そうです ね、どんな作品ですか。はい、今まで私の歌った歌とはちょっと感じが、はい、変わりまして、うん、ちょっとスローロックな感じで、はい、ちょっとやっぱり女の人のちょっと、はい、今までか弱い女の人が多かったんですけど、うん、ちょっと意志の強い女の人を表現していると思います。心も寒い海沿い行くのは雪列車、ゲストは有明一郎さんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそお願いいたします。有明さん、いよいよ新曲出ましたね。以前は俺のおふくろというね、はい、おふくろを持った歌なんですが、はい、そればっかり歌ってましたら、うん、親父がね、はい、夢の中に出てきまして、バカ者、俺の歌はないのかもうしぶしぶ、ね、僕が18の時にね、天国へ行っちゃったもんですから、あ、一緒に飲むことがなかったんですね。それで、はい、せめてもし生きていたら一緒に飲めたのにな、飲みたかったなっていう歌が10月発売になります。なるほど、はい、がせめて親父とという題名ですね。で、新曲の発表会があるそうですね。11月の5日にですね、はい、愛知県は一宮市の方にありますね、はい、勤労福祉会館、はい、そこで朝10時からですね、夕方5時まで、はい、その中でこう今日本一のギタリストね、はい、斉藤勲さんを、はい、ね、招いてね、はい、そして彼のギターで歌う、うん、はい、最高ですね、もう仕事休んでもいいから来てね。わかりました。
少しでも親子子の真似事もできるのに、できたのに、親父好きだった酒を汲み交わし、飲みたかったよ。ゲストは清秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう本当にあの踊りもやってらっしゃるし、おかげさまで、ね、いろんな趣味があって大変でしょうけれども、はい、今度あのファンの皆さんと旅行に行かれるそうですね。はいはい、10月の31日、はい、福井県の方の小浜へ、はい、旅行バス2台で。バス2台すごいですね。はい、バスの中はカラオケ三昧でございます。はい。はい、で皆さんで行ってまたそうです向こうで食事をさせていただいて、うん、はい、交流を深めて、はい、また帰ってきて、うん、元気をいただいてまた頑張りたいと思っております、はいはいはい、ね、楽しい旅になるといいですね、はい、ありがとうございます、はい、それでは歌っていただきましょう。小原小石風の盆です。お友達コーナーです。今日のお客様は初めてお越しいただきました、はい、後藤亜子さんです。はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、ありがとうございます。ようこそ。亜子さんはいろいろと、はい、あの活動されておりますが、はい、ね、ボランティア、はい、ね、の方も多くやっていらして。そうですね、歌手だけじゃないんですよね。はい、あの腹話術の方もやってます。ねえ、福和術でボランティアとかいろいろお仕事の方でも頑張っておられるんですよね。はい、頑張ってます。はい、はい、